マリアス・ルーカス・アントニオリス・スロップ、通称スカール・ロードは、イギリスのヒップホップミュージシャン。トラップとヘビメタル双方の要素を持ち合わせた独特なスタイルが特徴。YouTube 上では、YouTuber マッチマズとしても知られる。スカル・ロードとして活動する以前は、ニューメタルバンド、ミス・シティでボーカルを務めていた。シングル、ハートアタックの動画が、 YouTube 上で6000万回を超える再生数を獲得し、大きく知名度を上げる。その他、キング、スカー、ロックフィート、ベルツアーク、ヘッドクグジュンなどの著名な曲がある。ミュージシャンとしてのキャリアを開始する以前は、マジーマズという名の YouTuber として活動しており、自身を笑顔でハツラツな YouTuber と称し、彼の自室で撮影した動画を投稿していた。同業者の友人にサムペッパー、 カスパー・リーラがいる。リス・スロップとペッパーは世界的なコメディー、音楽イベントのプリング・ウィズ・ディ・ジーフツアーに共に参加していた。マジー・マズ名義での動画は2017年2月にかれ、自身の手で全て削除され、チャンネルもスカルロードのものに置き換えられている。ユーチューバー時代の活動については、当人曰く、うんざりしていたという。2014年、リス・スロップは、 ミスシティのリードボーカルとして活動を開始する。彼自身はバンドの音楽性をラップとグラインドコアの融合と称していた。YouTube 上の公式チャンネルは徐々にファンを獲得し、リススロップのアンクリーンボーカルに肯定的な意見が多かった一方で、YouTuber としての彼の明るいイメージとの乖離に違和感を覚えてしまうという声も見られた。その後、 2015年2月28日にセルフタイトル EP を発表している。2016年8月、ガールフレンドのリリースとともにスカルロードとしてデビューする。現在のイメージとは違いますくはしておらず、清涼感のあるトラックに彼のラッピングが乗るスタイルになっている。同年末、彼はセルフタイトルとレックスス計2枚のアルバムをリリースしている。 2017年4月にさらに2枚のアルバム、キャビンフィーバー、チャクスステクスリをリリースした後、5月31日に、J、チェーンドルを、その1週間後に、キング、スカーのメガボルトを公開。6月23日に公開した、ハートアタックのメガボルトは芝叩たたく間に、人気の動画になった。これらの成功は、彼の盛んな音楽活動の原動力になったという。 9月25日、5枚目のアルバム、LXRDSZN をリリース。2018年2月には当年度の、レディングフェスティバルへの出演が決定。4月、カーネイジの2枚目のアルバム、バタードブルーズド,ドブラディに、収録の、アップ NXW にゲスト参加する。5月4日、アイランドレコードに移籍した、彼は、通算6枚目、そして初のメジャーデビューアルバムである。 DXXM をリリースする。2018年中旬から2019年初旬にかけてリリースしたシングル曲、HXW z j ジ z z b ア l t s SX サットヘッドクグジュンを含めた7枚目のアルバム、インフィニティを3月15日にリリース。彼は、同年のケラング、アワードのベストブリティッシュブレイクスルー部門にノミネートされている。 彼のトラップとヘビメタルを掛け合わせたスタイルはトラップメタルとも呼称される。NME の2018年の記事では彼のことを痛々しい門外感のヒップホップアーティスト、ラップメタルの権威などと表現した。また彼の音楽性については絶叫するボーカルと閉塞的なトラップのビート、耳をつんざくように歪んだギターの応酬というように説明している。同時に、 自己陶水的なラップとヘビメタルの融合と呼称した。過去には、ヘビメタル及びミッシー・エリオット、ネリー、エミネムなどのヒップホップミュージシャンを聴いて育つ。ミス・シティに加入して、以降は、リンキン・パーク、インキュバス、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン、デフトーンズといったバンドも聴いたという。自身のアーティスト名を含め、OOX で綴る傾向がある。彼のファッションや、 表現的思考は日本の文化、特にアニメに大きく影響を受けており、彼の元来のユーチューバーのイメージとかけ離れた特徴的なマスクは東京グールに登場するカネキのマスクにインスパイアされている。ただし、インフィニティのリリース前後、ミュージシャンとして成功を収めて以降は着用しなくなっている。またスリップノットからのビジュアル面での影響も公言している。 https://www.youtube.com <は>スラッシュウォッチ、v コール v43jnq, vjzlq, 風財 fxck is s スカール o ードありがとうございます。